おお、行ったね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 。お、行ったね。はい、今日使う餌がこちらです。早瀬釣り具屋さんで買った、網エビの300円分とこちらダイワのメガブルーのグレ、これを使っていきます。付け餌はこの生意気くん、だいぶ前に堤防でおじさんにもらったやつの残りです。ちょっと網エビの量が少ない気もしますが、今これをうまく使ってやっていきましょう。ちなみに今が午前4時、暗い間はアジ狙って、明るくなってからは、タイとかね、何か釣れる魚何でもいいんで狙っていこうと思います。さあ、前年投下後というか完全不発でしたので、ちょっと不安なんですけども、おお、めっちゃいい感じ。こんな感じでね、ものすごいいい匂い、果物みたいな匂いしますね。ちょっと網エビが少ないんで多めに作りましょう。よし、こんなもんかな。私一応ね、昨日下見に来て水深はね、シュワジギのジグを投げて測ってます。だいたい 30g のジグで15秒で着底だったんで、多分水深は 10m から 15m ぐらいの間かなと思うので、一応棚をですね、カゴまで4広 6m にしてます。そこから排出が2広 3m なんで、9m ぐらいのところに餌が漂うように。そしてジグ投げた時に海藻がね引っかかってきたんで、多分下はね砂地とかじゃなくて海藻が生えてると思うんですよね。なのであまり下げすぎると海藻に絡まってしまう可能性があるんで、そして仕掛けとかは釣れたタイミング、また地合いが終わったタイミングでまた紹介していこうと思います。よし、そんなにね、まず遠投せずにやっていきます。よし、でここはこうやってね、堤防にこういう段差があるんで、こうやって竿を置きます。そしてカメラですね。前は全然撮れなかった浮きスポが撮れたらいいんですけども。よし、 OK ですね。ちょっと潮は動いたように見えますが、若干左ですね、若干左に流れてます。はい、5時20分、夜明けです。結局暗い時間のアジはなかったですね。やっぱ今週ぐらいはもうこの島全体にアジが回ってきてないような。ただね、今日は潮回りがいいのか悪いのか分かりませんが、5時38分が満潮なんですよね。今がちょうど潮止まりで、こっからちょうど6時ぐらいの朝まずめに下がり始めるんで、揚げ3部のところで何かね、魚のスイッチが入ってくれたら、何かしらついてくれたらね、いいんですが、ただこの島に何がいるのか分かりませんが、普通に考えて、マダイ、グレ、チヌ、あとなんだろう、メバルとか、餌がある限りやって、一回でも沈んでくれたらね、よしとしましょう。あれ、浮きがない。多分撮影され、多分浮き少しとか、出た、今仕事してたね。今浮いてきた。多分浮き少し失敗してると思うけど、あれ、今浮き沈んでたよ。せーの、ドン。お、なんかいるっぽい。やった、釣れた。ちょっとね、あまりにも釣れないから、ベテランさんがね、向こうの南向きでみんな釣りしてるから、ちょっと場所間違ってんのかなと思って聞きに行こうかなと思った。浮きがなくなってたんだよね。おお、釣れたね。多分カメラの方がフェードアウトしてると思う。しかもそんなに大きくない。うわ、なんだろうなんだろう、ちっちゃいね、チャリコっぽいね。こんな時に限って沈むんだよね。あ、いたね。あ、チャリコだね。よし、せーの、おりゃ、おお、
いいタイだ。よっしゃ。よっしゃ。来たね。よっしゃ、持って帰るよ。20センチあるもんね。マダイだ。願わくばね、浮きスポもちょっと取れてたらいいんだけど、どうだろう。2、3分経ってたかな。おお、いいね。よし。23センチ。マダイですね。チャリコじゃない、マダイ。あ、やりました。広島県のカゴ釣りで釣れたのがこの23センチのマダイ、やりました。浮きスポの方はね、ちょっと今から確認しますが、取れたらいいんですけども、どうでしょうか。まあとりあえずやりました。残念、失敗しましたね。完全にフレームアウトしてから釣れてましたんで、残念。まあ今ね、実を言うと少し棚をね下げたんですよね。ずっと餌が残ってきたんで、4キロから、5キロ半ぐらいだから、7.5 の 8.5 ぐらい、 8.5 メートルぐらいのところにカゴが来るようにして、それですぐでしたね。だからやっぱり棚を落として、まあ、マダイのいる層に届いたんですね。まあ、引き続きね、マダイを狙っていきましょう。ここにはマダイがいるということが分かりましたんで、もうちょっとサイズアップですね。30センチ以上、マダイだったら30センチ以上狙っていきましょう。まあいるとは思うんでね、よし、狙っていきましょう。じゃあポイントもここで変わらずやっていきましょう。よし、おお、行ったね、行った、行ったね、行ったね。よっしゃ、行った。あ、まだ浮いてきた、浮いてきた。お、行った。よっしゃ、行ったよ。せーの、ドン。お、でかいの来たよ。お、でかいか？どうだ？連続来たね。大きくはないか。チャリコっぽいね、また。どう？あれ？引いてる？引きをちょっと感じないですね。でもまあ確かに2回沈んだんで、多分小さ、あ、引いてるよ。よっしゃ、来たね。まあさすがにこれ4号竿だったらね、太刀打ちできない相手ですけども、まあ、多分さっきのサイズのチャリコじゃないかなと思います。マダイですね、マダイ。20センチ以上でマダイ。お、引いてる。お、切るよ。お、暴れてきた。急に暴れてきたよ。よし。よっしゃ、来たよ。さあ、なんだ？何の魚でしょうか？予想はチャリコ。おお、やっぱチャリコだね。同じサイズか。おお、同じサイズだね。よっしゃ、行くよ。せーの、ほら。よっしゃ、来たね。よっしゃ、来た。ナイス。マダイがいっぱいいるんだね。よっしゃ。全く同じサイズじゃない。23センチ。はい、今回はしっかり浮きスポ取りだと思います。また同じサイズ22、3センチのマダイやりました。
お、お今どう？今のチャリコっぽかったけどね。戻ってきちゃったね。もう一回行ったらチャリコです。おお、行ったね、行ったね。お、行ったね。これチャリコだ。よし、まだ終わってなかったんだね。せーの、ダン。お、お、でかいかもよ。おい、ちょっと待って。ちょっと待って。ん？ちょっと待って、でかいかもよ、これ。え、前のチャリコよりでかいかもよ。よし。ちょっと待ってよ。いや、めちゃくちゃでかくはないか。一緒か。どうだ？なんかさっきググッと引いたけどね。お、暑くなってね、7時40分。どう？もしかして30センチあるかもよ。どうだろう。お、ちょっと重たいもん。ちょっとグググググ引く。でも30ないかな。25か、さっきと同じサイズか。それかマダイじゃないか。あ、なんか見えたね、見えたね。あ、マダイか、やっぱり。チャリコか。あ、うん？何？なんだ？なんか変な。あ、やっぱり、まあ、マダイか。失礼。また同じサイズのマダイでしたね。よっしゃ。っていうか、まあ、おっしゃ。おお。あ、でかくなったかも。うん、よし、よし、あ、これは珍しくいいとこかかってる。はい、ちょっと大きいかもよ。25ぐらいあるかもしんない。あ、やっぱなかったね。24、まあ今日最大かな。24センチマダイ。それでは3匹釣れたタイミングで今使ってるタックルを紹介します。いつも通りですけども、アブガルシアのアンバサダー 6500CS のロケットと、ダイワのインプレッサー ISO 4号の57、そしてラインはナイロンの6号を使ってます。フロートタイプ、浮くタイプの糸で、仕掛けもいつも通りです。絞り玉、そしてアタッカーの浮き15、そしてカラマンボウが来て半円月天秤。朝はね、アポロカゴ使ったんですけども、今はこういう一発でパカッと開くやつ、このカゴ使ってます。でハリスが2号で2広半2広半、まあ、マダイなんでちょっとハリス長い方がいいかなと思って2広半使ってます。そして針はグレバリの7号です。まあ、いつも通りのタクです。まあ、体型、チヌとかマダイとかの場合はハリスは長めの方がいいらしいので、2広半3広取るとちょっとやっぱり投げにくくて難しくなるので、僕は2広半ぐらいがいいかなと思ってます。はい、そして今日もね、なんだかんだ4時間ぐらいやってますが、1回もバックラッシュなしです。しっかり投げれてますね。思いっきり投げた方が調子いい。うん、これでまあ70メートルぐらいですね。行ったね、サクッと行ったね。これチャリコじゃないんだよ。ほら、全然戻ってこないもん。あら、あ、行ってんね、行ってんね。またチャリコだね。せーの、ドン。食い上げてんね、これね。ってことはもうちょっと浅くしてもいいのか。よっしゃ。まあ同じサイズのチャリコですね。4匹目、いいよ、いいね。やっぱりちゃんと棚合わせてね、しっかりと餌を送り込むとやっぱりピタッときますね。そんでこの4匹全てに共通していることは、全て仕掛け流してから3分以上経ってからのあたりです。だから仕掛け投げて馴染んで、お、引くよ引くよ。仕掛けな、ね、馴染んでからね、本当に3分以上経ってからのあたりなんで、やっぱり鯛らしいね。お、でかいんじゃないこれ。ちょっと待って、ちょっと待って、今よりでかいんじゃない？ちょっと待って。30あるかもよ。ないか。あ、ないわ。全然なかった。失礼。よし、サイズはね、選べないからね。おりゃ。おーっしゃー。4匹目。